はい、どうもこんにちは、たっかきっちです。さあ、バージョン 6.4 とうとう明日まで迫りました。前日ですね、今日。はい、メギストリス都おしゃれストリートに今現在来てますが、はい、このバージョン 6.4 でおしゃれストリートかなり変わりますよね。ちょっと見納めということで最後にね見ておこうかなと思って、動画を撮っていこうかなと思って、今後ね、未来にね、実はメギストリスここ穴が開いてなかったんだよとかっていう、そうなんだとかっていうね、あるあるなね話に出てくるかもしれないんでね、一応動画に撮っておこうということで、はい、メギストリス今おしゃれストリートに来ていますが、大変だよね。実際ね、長屋みたいになってね、ここ穴開けられるんでしょ。ここね、オーナーだったんだよね、素材やプルムさんね。それがこのね地上げにあって、一色単にね長屋にしまおうということでね、地主さんに言われてね、はい、店長まで降格された、はい、プルムさんですっていうね。悲しいよな。でもね、一気にねどっかの町内のね寂れた商店街がね、はい、あっという間に原宿の竹下通りみたいになりました。はい、外装はあんま変わんないんだけどね、内装だよね。この扉を1個隔ててこう移動するのがめんどくせえって言ってる人いたんだね。結構横着衣よね。横着衣って確かに便利にはなるけどさ、特にねあれはないけどね、相当嫌だったんだね、この扉の開け閉めが。はい、そんなねこのメギストリスおしゃれストリートのね店主さんたちがね、長屋みたいなね、はい、ショップ店になりました。あとはね他にもねいろいろ便利になりますよね。ベリナードからね、この全部ショップ店員とかね、レンタルや衣装の人たちが来るからね、おしゃれをしたいならこのメギストリス、このおしゃれストリートに集まればいいからね。でさらにね、このレンタル衣装かっこいいじゃん、いざ借りたらじゃあそのまま買ってドレスアップ行こうっていうようなこともできるので、わざわざねベリナードからね飛んでいかなくて済むので、かなり便利になるんではないでしょうか。さらにはここにねルーラーストーンもあるので、いつでも好きにできると、こちらにねストレートにね、まだまだメギストリスの都の入り口まで飛ばなくていいからね、かなり便利になるんではないでしょうか。さすが原宿竹下通りになるところです。はい、なので最後に、はい、こうやってねドア実は開いてなかったんだぞっていうね、はい、動画を収めたくこれね今来てます。ここにチャガラも来るから便利だよね。わざわざ連ドアまで行かなくて済むからね、すっごい便利になるよね。はい、小沢さんがね、はい、やってくれました。ただねこのベリナード結構ね使い勝手良かったんだよね。レンタル衣装これ借りて、ここの広場がね意外にスペースあったから、広場っていうのかね、ここスペースあるよね。なのでここでね写真撮ったり、品評会したりしてかなりねスペースは広かったので、ここでねみんなと戯れながらね喋ったりね、写真を撮ったりすることができたんだけど、はい、ここね狭いんだよな。しかもここで何人も集まってやってると邪魔くさいよね、通路ってね。なのでこの表側っていうのかな、ここへ来て多分ね集まってやるんだろうけど、いかんせんねさっきのベリナードよりは狭いからね、ちょっと不便になっちゃうかな。ここ借りてねワイワイガヤガヤやってたらね。そんなメギストリス 6.4、6.3 終わりのねメギストリスを皆さんね見に来てはいかがでしょうか。こんな風になってたんだ。 6.4 の前まではねメギストリスのこんな形になってたんだ。形っていうかね穴開くだけですけどね、人も増えるだけか。ここにね、便利になるっていうことはねそういうことなんですよね。はい、さらにこちら1月31日、はい、10周年記念のね福引券、最後ということなので、皆さん押し入ってねガンガン引いてるんではないんでしょうか。それに伴って前からなんだけどもね、花がめちゃくちゃ今安い。漆黒が1万700、昼間なんか1万ゴールドだった。前まで1万1000とか2000だったよね。漆黒だよ。僕のイメージとしては2万5000とか3万っていうイメージだったんだけどね、漆黒。それがこんなに安くなるなんてちょっと信じられないんだけどね。まあ、さらにね、この赤色ルビー1万安い。そしてガーネット、まあ、これはちょっと高いよね。1万1478。茜、これレア花だね。今トルネコしかもらえなくなっちゃうよね。茜1万1000、まあこれもちょっと高くなっちゃってるかな。1万ゴールドぐらいで買えたんだけどね、お昼は。まあこういった赤色だとか薄桜、安いよね。春色だね。まあ、今後バレンタインイベントだとか、まあ、そういったイベントあたりには多分高くなるんじゃないかなと思う。多分ね、まあ、この取得方法が増えなければだもんね。たけちゃんでも赤、このガーネット、ルビーとかね、赤ね、何が違うんだよって思う方は結構ね、比べてみると全然違ったんだよね。はい、ドン。まあ今はね、写真写ってると思うんだけど、赤でもこんな色が多い。結構びっくりしたね。はい。これね、赤ね、ブラッド、レッド、ルビーって使ってるんだけど、皆さん分かりますか、色の違い。まあ、かろうじてね、ブラッド、やっぱ高いだけあるよね、ブラッドね。黒光りした赤っていうね、まあ、色がね、出てるんだけど、レッド、ルビー、赤ねってね、比べてみないとほぼ分かんないよね。まあ、やっぱりね、ドレア勢、ね、こだわってる勢からすればちょっと違うんだろうね。僕みたいなおしゃれにね、何にも興味ない人からすれば、色なんかちょっと似てるんじゃねえってかしか思えないんだけどね。まあ、そんなね、赤色、皆さん、区別つきますか。まあ、そういった、まあ、春先にね、高くなるような、まあね、転売っていう形になっちゃうんだけどね。まあ、転売がね、あんまりね、嫌じゃない人は、一回ね、ちょっと金策目的でやってみてはいかがでしょうか。僕は漆黒を400個ぐらいちょっと購入したかな。上がるでしょ、これ。上がるでしょ。漆黒ダリアなんてかなりね、人気色だもんね。はたまた新しい新武器も出るからね。いや、新武器で結構使う人いるでしょ。ただね、これが終わったからって言ってすぐには上がらないと思う。っていうのは、まあ、僕みたいにね、貯めてる人は中にいるので、安い時に買いましたとか、漆黒なんて安かった時8000とかぐらいだったみたいだね。まあ、その時に買った人が多かったみたいで、それがはけないとね、ちょっと値段は上がらないと思うんだけど、だから長い目で見て、僕は春ぐらいからなのかなと、3月4月ぐらいなのかなと思うんだけど、上がるのはね、まあ、期間限定のイベントのね、ドレアでね、まあ、使うと思うであろう色をね、買っておいて、まあ、その時ね、高くなったら売るっていうね、まあ、っていう金策もあるので、今ね、花、だいぶ安いです。やってみてはいかがでしょうか。まあ、運営さんがね、これ以上花をね、高くしたくないという気持ちなんであれば、まあ、取得方法を増やしてくるはず。例えばストーリー。まあね、最近のストーリーでもちょっとね、入ってるけどね、ストーリーでガンガン入れたりね、まあ、イベントで配ったりっていうこともするかもしれないんで、まあ、ちょっとね、ギャンブルになっちゃうんだけど、まあ、全部ギャンブルだよね。はい、ということで今日はですね、はい、バージョン 6.3 で終わってしまう、もしくは変わってしまうことをね、ちょっとね、クローズアップしてみました。ちょっとベリナードとかもね、ドレスアップレンタルしてね、あそこで品評会行ってるのも過去の話とか言って懐かしむんだろうな。ちょっと寂しいね、節もあるんですが、まあ、便利になっていくのはとてもいいことだと思います。まあ、花もね、ちょっとね、転売目的のね、金策が嫌がる人も中にはいるから、まあ、抵抗がない方はね、やってみてはいかがでしょうか。ってことで、本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。